神の抵抗軍は、ウガンダの反政府武装勢力。1987年に、ジョゼフ・コニーによって結成された。主に、コンゴ民主共和国東部、ウガンダの北部地域と、南スーダンの一部で活動しており、ウガンダ政府軍との紛争は、アフリカで進行中の長期紛争の一つである。コニーは自らを霊媒であると主張し、十海とアチョリの伝統に基づく、 国家建設を掲げている。2000年代後半、ウガンダ軍の総統によってその規模を縮小させているが、依然として住民の殺害や襲撃等を行っている。LRA による被害の中でも子供に対する犯罪は特に深刻で、子供を拉致し、強制的に少年兵にしたり、性的奴隷にしたりして、国際的な非難を浴びている。 1986年1月アチョリ出身のティトーオケロ大統領が南西部を支持基盤とするヨエリムセベニの国民抵抗軍により打倒された。アチョリは彼らによる伝統となっていた国軍の支配を奪われることを恐れ、また NRA が受けた残忍な大反乱作戦、特にルーエロ三角地域での虐殺に対する報復を受けることを恐れた。8月までに 政府軍占領下の北部で民衆反乱が起こった。1987年1月、ジョゼフ・コニーは、アリス・アウマの精霊運動に連なる霊媒として現れた。コニーは、元ウガンダ人民民主軍司令官、オドン・ラテクから、一般市民を標的にしたゲリラ作戦の指示を受け、元アプラ師団を掌握した。1991年まで、LRA は人々を襲撃し、 短期間誘拐された村人によって略奪が実行された。NRA 部隊もまた残忍な行動で知られていたことから、LRA は少なくともアチョリ人の何割かから受動的な支持を得た。1991年3月にウガンダ政府による北部作戦が開始された。これは住民の LRA への支持を切り崩し、LRA を壊滅させることを図るものだった。 この北部作戦の一環として和平担当省にアチョリのベティをイエラ・ビゴンベが任命された。また、西エクアトリア州では弓矢で武装した自警団アロー・ボーイズが作られたが、LRA はこれを圧倒した。しかし、コニーは野集団の創設そのものに起こり、LRA は政府支持者とみなしうる多数のアチョリを殺害した。この結果、 アチョリの大半は LRA の反乱に反対するようになった。この北部作戦の失敗の後、ビゴンベ大臣は LRA と政府の代表の間で初の対面の交渉を始めた。LRA は戦闘員の恩赦を求め、彼らは降伏しないが、卑怯する意思がある、と述べた。ただし、政府の姿勢は LRA の交渉者の信憑性に関する内部の 意見の相違の影響を受けた。特に軍は、コニーがビゴンベ大臣と交渉しつつも、スーダン政府からも支援を受けるべく交渉していたことを知り、コニーが時間稼ぎをしているだけだと感じた。その後、交渉は厳しさを増し、1994年2月2日に、LRA は、NRA が自分たちをはめようとしていると宣言して、交渉から離脱した。 この4日後に、ムセベニ大統領は7日後を最終期限として LRA 総統を再開すると発表した。この最後通告でビゴンベ大臣による和平交渉は中断された。1994年2月6日に、ムセベニが最後通告を発して2週間後に LRA の兵士が北部国境を越え、スーダンの南部において、 スーダン政府の用意した訓練基地で活動していると報告された。スーダン政府の LRA への支援はウガンダ政府によるスーダン人民解放軍への支援に対する報復であるとされた。また、アチョリがムセブニ政権に協力していると確信したコニーは民間人を標的とした攻撃を強めた。人体の切断は当たり前になった。そして、 1994年には子供や青年の大規模な拉致が初めて行われた。1995年4月にはエイシャックで大虐殺が起きた EN エイシャックマサカー。LRA による大虐殺のうち最も有名なものは1996年に139人の女生徒が誘拐されたアボケの誘拐である。1996年から政府によって 保護村が創設されたが、住民は、この保護キャンプの中でさえ LRA に攻撃されようになり、多くのアチョリが政府への敵対的な態度を深めた。キャンプは混雑し、不衛生で生活するには惨めな場所である。一方で、1997年に、スーダンの政府は強硬な姿勢を後退させ始めた。第二次、今後戦争以降。 ウガンダとコンゴ民主共和国の政府間関係は、険悪化していたが、2008年12月には、コンゴ民主軍、ウガンダ軍、南スーダン自治政府軍共同の LRA 総統作戦、ライトニングサンダーが行われた。この作戦にはアメリカも支援を行った。アメリカの議会は、2009年に LRA 非武装、北ウガンダ再建法案を可決した。2009年、 コンゴ民主共和国東部州 ENO アリーディストリクトのマコンボで LRA によるマコンボ虐殺が起こった。アメリカは2011年10月には約100名の戦闘部隊をガンダに派遣した後、南スーダンや中央アフリカ、コンゴ民主共和国の賛同を得ながら各国に展開し LRA の指導者や幹部の補足を支援すると表明している。 2012年5月13日、ウガンダ軍は LRA 総統作戦の中で LRA の5人の最高幹部の一人であるアチェラム司令官を拘束した。ヒトグム近郊のラブジ国内避難民キャンプ神の抵抗軍による拉致を避けるため、子供たちは毎晩、教会、病院、駅などに集まり、そこで眠って翌日に自宅へ帰るという生活を続けている。 国際刑事裁判所が引用している情報によると、1980年代後半からの内戦で LRA によって拉致された子供は2万人以上に、上り LRA の戦闘員の85%は11歳から15歳の拉致された子供たちである。彼らは反政府運動への加入の儀式として行われる殺人、手足の切断を含む非人道的行為、重労働、 略奪、放火、子供の拉致などを強いられている。女の子の場合は、LRA 指導者の使用人として扱われ、長時間にわたる家事労働を強いられたり、性的に搾取されて、望まない妊娠や、性病感染の危険にさらされている。この様子は、ドキュメンタリー映画、インビジブル・チルドレンでも扱われた。ウガンダのムセベニ大統領は、このような事態に終止符を打つため、 LRA の幹部を処罰すべく2003年12月に国際刑事裁判所の検察官に事態を付託し捜査を要請した。これを受け国際刑事裁判所の主任検察官は2004年1月29日予備捜査を開始することを発表2004年6月23日に公式に捜査を開始したと発表した。2005年10月5日国際刑事裁判所は ジョセフ・コニーを含む5人の LRA 幹部の国際逮捕状を発行した。2008年12月30日、キリスト教系国際事前団体カリタスは、LRA がその前週のクリスマス期間中に、今後民主共和国北部で住民約480人を殺害したとする声明を出した。この声明によれば、スーダン国境沿いにあるファラジェで25、26の両日、 教会などが LRA 部隊に襲われ、約150人が死亡したほか、少なくとも4地域でも同様の襲撃があり、計336人が殺害された。また避難民は6500人に上り、拉致された子供もいるという。2010年3月27日、国際人権団体の Human Rights Watch は、2009年末、LRA が少なくとも、 民間人321人を殺害、女性ら250人を拉致したとする報告書を発表した。また、拉致された者には少なくとも子供80人が含まれるという。この報告書によると、この虐殺が起きたのは2009年12月14日から17日までで少なくとも10カ所の村落が襲撃され、住民は、おのやなた、 大型の木製棒などで残殺された、という。また、被害から逃れた村民によると、拉致された子供は、命令に従わない子供を殺害するよう、強制されている、という。ヒューマンライツウォッチは、LRA による23年間の武装闘争の中でこの虐殺は最悪の規模だと非難した。また、この虐殺が数ヶ月も表面化しなかったことについて、 今後民主共和国とウガンダの両政府の責任にも言及している。同時に今後民主共和国北東部に展開する国連平和維持軍約1000人による住民保護は不十分な体制にあると指摘している。同国政府は神の抵抗軍は国内の治安維持で重大な脅威でないと主張していた。2015年1月、ウガンダ軍は国際刑事裁判所が 逮捕状を出している幹部の一人、ドミニク・オングウェンが中央アフリカ国内で投稿し、拘束していることを発表した。2021年2月4日、オランダハーグの国際刑事裁判所は、ドミニク・オングウェン被告に対し殺人や拷問、奴隷行為、レープ、強制妊娠などの戦争犯罪で有罪の判決を言い渡した。最大30年の禁錮刑が言い渡される見込み。 ありがとうございます。